待ちなさいよ、食い逃げ男。いたしませんよ。から自警団に突き出すんじゃないですか。なんかかわいそうかも。あなたは黙ってて。って本当に？本当に記憶がなくなっちゃったの？ですバイ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 。
そうですか？それなら、もう一度殴ってみたら思い出していただけるかもしれませんね。それで、せっかくですから、お店の壁に何か書いていただくというのはいかがでしょう。やめて、お願いだから。もう少しよく考えてみたら。あなた本当に絵描きなの？するのよ、リリーちゃん。あなたの言うこと信じちゃったわよ。お客さんがいっぱい来るんですね。説得力が全然ありませんね。というより、説得なさろうという努力が感じられないのですが。でも、記憶がないってのは本当みたいね。どうしてですか？だって、王国の王子って言われても、この国じゃ反感買うだけよ。それはそうよね。職員滅のため、身ぐるみ剥いで、円論庫の底に沈んでいただくというのはいかがでしょう。かわいそう。
それなりの責任は取っていただかないと。威張って言うな。その指輪は値打ちがありそうですわね。それじゃあ、食べた分は体で返してもらいましょう。体で？店は男手がないし、それにこの人の言うこと全部当たってるし。当たってる？何のお話ですの？料理食べながらうるさいの。これはどこどこさんの材料でどんなハーブを使ってるとか。それはすごいことだと思いました。全部当てられるようなお方は珍しいですわ。おばか。お勘定の分はこの店で働いて返してほしいのよ。大丈夫よ。お仕事はみんながちゃんと教えてくれるし、スペシャルメニューのおいしい料理もいろいろ食べられるわよ。うちで働いてもらえるかしら。あ、そうだ、忘れてたわ。彼に関することで忘れてたことがあるの。とっても大事なこと。
あなたのこと。リリーちゃん、立ったまま眠ると危ないですわ。セレスさん、明日も早いですから。ほら、名前よ、名前。名前ですの？ほら、彼の名前を決めてなかったでしょ。記憶が戻るまで、私たちで名前をつけてあげましょうよ。名前なんかなくてもいいと思いますけど。名前はあった方が便利ですわね。みんな、どんな名前がいいと思う？男 A、 お似合いではありますけど、もうひとひねり欲しいと。そうね、レオンはみんなに好かれていたし、あの子の名前を彼にあげましょう。でしたの。けれど去年事故で休止してしまって。あの時はみんなが悲しみましたの。ねえメルンさん。え？確かにみんな悲しんだわ。私たちも常連のお客さんも。
のレオンも喜びますわ。あなたさえよろしければ。それでは決まりですわ。あなたは今からレオンさんです。よろしくね、レオンくん。そうと決まれば。早いし、さっさと休みましょう。1日目、赤い勇気のカフェラテ。あなたは七種の食い逃げ男です。あなたは流浪の画家、そうでしたわね。お料理の祭典、ちゃんとつけてくれた？見つけたわ！暗黒大魔王の息子、ジョージ W！ 覚悟！そうね、ごめんなさい、かわいそうに。何も企んでなんかいないわ。あなたはただ悪い夢にうなされてるだけ。安心して眠っていいの。
寝坊しちゃダメだって。あたしの目覚まし時計。どうしてくれるのよ。起きなさい。すっごく高いのよこの目覚ま。Thank you.
リーちゃん、また寝ぼけて他の人のお部屋に入ったんですの？悪かったわ。悪かったって言ってるでしょ。レオンさんのお部屋に凶暴な人食いグマが出たそうなんですよ。ご覧になって、あのほっぺ。凶暴な人食いグマ？何のことかしら。許してあげようと思ってたけど、やっぱりやめた。あなたが壊した目覚まし時計、弁償してよね。あらあら、大変ですわね。決めた時間に鐘を鳴らすことができるからくり時計ですわ。精巧に作られているからとても高価なんですのよ。お給料一月分くらいよ。お店に行きましょう。先にお店に行って仕込みをしてるわ。寝ぼすけの誰かさんが寝てるうちにね。あら、大変ですわ。
の噂がもう町中に流れていますとね。冗談ですわ。きっと皆さん珍しがっていらっしゃるんでしょ。しっかりなさいよ。おどおどしてると本当に怪しまれるわよ。みんなで何かお話をしながら歩きましょう。そうね。そうですね。私たち町の外に出ることがほとんどありませんの。外の世界のことをお話ししていただけません？覚えていらっしゃることで結構ですわ。それにいろいろお話ししていらっしゃるうちに何か思い出されるかもしれませんでしょ。聞いたことがありますわ。私の祖先はベルゼンの王国が滅んだ後、ヤギの森に隠れ住んでいたそうです。内容ですか？レオンさんは森にいたんですね。あなたが？そういう地味な努力や前向きで建設的な行動とは無縁な気がする。エルンさん、いくら本当のことでもそれはちょっと。ま、その本を少しでも暗唱できればね。それのどこが全部なのよ。もういい。聞きたくない。暇つぶしにはなりましたわ。